皆さん、こんにちは。ゆっくりゆっくりシリーズです。簡単便利必見音声入力ということで、現在大変人気になってます Windows 11の音声入力についてご紹介してまいりたいと思います。音声入力につきましては、2022年おととしの11月19日にパソコン入門講座第3回の中でご紹介していますが、今回は再編集バージョンとしまして、音声入力に特化してお送りしていきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。はい、それでは音声入力開始する前の確認と準備事項を申し上げたいと思います。2点ございます。1点目は、 Windows 11での音声入力は Azure スピーチサービスを利用してのオンライン音声認識が使われるため、インターネットに接続されている必要があります。なので、インターネットに接続されていることを確認します。次に、ノートパソコンのようにマイク内装タイプであれば、マイクを別途用意していただく必要はないのですが、デスクトップパソコンの場合ですと、マイクが内蔵されてませんので、別途ご準備していただく必要があります。はい、現在、私が使用しているマイクは、このようなエルコム社の製品で、USB に差し込むだけのヘッドセットです。で、片耳小型オーバーヘッドタイプを使っています。価格も手頃で、使い方も USB ポートに差し込むだけなので、とっても簡単です。外部の音、例えば防災無線や呼び鈴なども聞き取れるように、片耳小型オーバーヘッドタイプを使用しています。ちなみに、この製品は近所の大型電気店で購入しました。商品詳細のホームページがありましたので、概要欄にリンクを貼っています。もしよろしかったらご参考にしてみてくださいね。はい、それでは今回はワードを使用して音声入力をしてみたいと思います。まず、ワードを起動します。ワードの起動方法がご不明な方は、概要欄にリンクを貼っていますので、そちらをご参照ください。はい、それではワンポイントレッスンとしまして、キー操作でのワード起動方法を簡単にご紹介いたします。まず、キーボードの Windows キーをポンと叩いて、次にワードの先頭の文字 W、W のキーをポン、最後に Enter キーをポンと叩きます。はい、そうしましたら、このようなスタート画面が出てきますので、白紙の文章、ここが黒く、小ゆくですね、なっているのを確認して、エンターキーをポンと叩きます。では次に、音声入力ツール、いわゆる音声入力のマイクの出し方をご紹介したいと思います。はい、まず、Windows ロゴキーを押しながら、ここにありますね、Windows ロゴキーを押しながら、H のキーをポンと叩きます。そうしますと、画面の下方向の真ん中あたりに音声入力ツールが表示されます。音声入力ツールのメニューが起動されましたら、すぐに自動的に聞き取りが始まります。マイクに向かって入力したい内容をはっきり話しますと、文字が入力されていきます。音声入力を一時停止するときは、音声入力ツールのマイクのボタンをクリックします。もしくは、キー操作では、キーボードの Windows ロゴキーを押しながら、H のキーをポンと叩きます。そうしますと、停止することができます。次に、音声入力自体を終了するときには、音声入力ツールの右上にあります、閉じるボタンをクリックします。そうしますと、音声入力自体を終了することができます。はい、それでは Windows ロゴキーと H のキーをポンと叩きます。そうしますと、すぐに
音声入力の聞き取りが開始しますので、このまま入力をしたいと思います。皆さんこんにちは、ゆっくりゆっくりシリーズです。皆さんこんにちは、ゆっくりゆっくりシリーズです。はい、このように入力することができましたが、句読点が全く入っていないことにお気づきになりましたでしょうか。音声入力しながら句読点も入力する場合は別に設定が必要になります。音声入力起動ツールの歯車の形をした設定ボタンがありますので、その設定ボタンをクリックします。そうしますと音声入力起動ツールのウィンドウが出てまいります。設定画面の中の句読点の自動化というところがありますので、そこをクリックしてオンにします。そうしますと音声入力をしている途中に句読点も自動的に入力することができます。また、句読点の入力につきましては、音声で指示することもできます。間を置かなければならなくて、ちょっと時間がかかります。また、他にもですね、句点って言いますと、違う漢字が出てきたりですね、当店って言いますと、当日の当にお店とかですね、そのように違う文字で入力される場合がありました。個人的には自動化をオンにしたり、もしくは句読点などは量も少ないことからタイピング入力をしています。その時その時の状況に応じて一番ご自身でやりやすい方法を見つけていただければと思います。はい、また、在宅でデータ入力をされていらっしゃる方なども、タイピングはもうベテランさんなんですけれども、やはりちょっとこう肩こりがひどくなっていますという方もいらっしゃって、音声入力が誤字などはありますけれども、以前の Windows 10から比べれば格段に精度が良くなったということで、今流行りの二刀流ではないんですけれども、タイピングもやりながら音声入力もして、どうぞご自身でいろいろ組み合わせてみて、一番やりやすい方法を見つけていただければなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、励みになりますので、いいねボタン、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。